ちょっと前から気になっていたお店、青森市の堤にあるもつすきさんに行ってみた。まずはビールで乾杯。ここの看板メニューはもつすき、もつのすき焼きだ。ピリ辛のもつすきを2人前頼んで、他は旨辛チキン、もつポン酢、あさり串フライ、白コロなどを頼んでみた。もつポン酢は癖がなくてとても美味しい。あさり串フライはとてもビールと合う。ちょっと珍しい札幌のラガービール。札幌のグラスがとてもいい感じだ。乾杯。うま辛チキンはとてもいい下味が、白コロは全く癖がなく溶けるような味わいだった。そしてついに来た本命のもつすき。やはりすき焼きなので、溶き卵につけていただく。なんともこれは絶品だ。そして残った割り下にうどんを投入して締めの一品。一度で二度おいしい。卵はおかわり自由なので、溶き卵をさらにプラス。うどんを卵に投入。うわ、うまい。もリーズナブルでとても満足いきました。皆さんもぜひもつづきさんへ。